前日のサスペンデッドの影響で、第2ラウンドの後半10番からプレーを再開した西村優菜。休憩なしで、そのまま第3ラウンドに、行った感じで、結構体力的にはきつかったですね。27ホールをプレーした土曜日を振り返る。再開時のスコアはトータル4アンダーだったが、朝一からショットの感覚がつかめない。出だしのボギーこそ11番ですぐに取り戻したものの、 14番から17番の4ホールでは3つスコアを落とした。18番パー後はバーディとしたが、2ストローク交代して第3ラウンドへ。35位タイで決勝に進んだが、これでも結構耐えた方。乗らなくて大きなミスになっていたので、ダボになるところをなんとかボギーで、というところもあった。ひどかったですね、と、第3ラウンドも4バーディ6ボギーの、73、と落とした。 終わった頃にはトータルイーブンパーと原点2まで戻されてしまっていたラウンド間はパパッとご飯を食べて少しだけ練習する時間はありましたというドタバタぶり体力面ももちろんだが18ホール中7回しかパーオンできなかったという事実もずっしりとのしかかってくるグリーンに乗ったホールではほとんどバーディが取れていましたパット数は23 と、グリーン上は冴えていたことも、がっかり感、を増長する。疲れたので、修正というよりかは休憩という感じですね、と、まずは体調をしっかりと整える。51位タイで迎える日曜日、何が悪くてここまで、ショットが荒れているのかわからないので、明日も考えながらのゴルフになる。その中で伸ばすことが目標です。もやもやは払拭して、米国へと戻りたい。